こんにちは、今日は中国語を勉強したいと思います。まあ今日はこの YouTube の中国語の先生の動画で勉強しますね。まあ最近毎週30分ぐらいは中国語を勉強したいなって思ってます。まあ普段ねフランス語は勉強してるんで、まあ、週1で授業はあるんですよ。だからまあいい感じのペースですね。で英語はまあフランクの会話と学術英語を一応勉強してますね。まあ学術系はサボりがちなんですけど、まあ会話は普段の日本語レッスンで、まあ、トレーニングできてるからいいのかなと思ってます。で中国語はまあ大学で勉強してから文法知識はまあまあですね。はい。でも会話は全然できないです。あるあるですね。ちょっと知識はあるけど全然喋れないっていう。でこういう時は僕は YouTube で中国語の先生を探すようにしてます。簡単な言葉でゆっくり喋ってくれてるからね。はい。でその先生の言葉を紙に書いて、覚えていきたいなと思ってます。まあで特に動詞に注目したいですね。みんな名詞をいっぱい勉強しがちなんですけど、まあ名詞って結局無限にあるし、最初全然会話できない人って動詞を勉強しないと文章が作れないと思うんですよ。まあそれは僕は日本語を教えてて気づいたんですけどね。だから簡単な動詞を5個ぐらい、覚えちゃいましょう。で特に過去形が一番いいですね。食べる、あ、食べた、飲んだ、見た、言った、した。これを覚えましょう。これを覚えます、今日。まあ、どうせ友達と喋るときなんてそんなもんですよね。何のアニメ見たのとか、どこ行ったの週末とか、昨日食べたラーメン美味しかったとか、そんなことしか喋れないですよね。はい。で、中国語は吃了、喝了、看了。食べた、飲んだ、見たですね。まあ、全部るがつきますね。これはまあ大学で勉強しました。はい。で、あとはした、そうだ、言った、しゅですね。まあ、ちょっと発音が正確かどうかわかんないんですけど、まあなんとなくでいいかなって思ってます。適当さも大事ですよね、言語は。はい、適当にいきます。で、あとは、アルファベットで書いちゃって、であとは今日は疑問文も勉強したいなと思ってます。私はご飯を食べたとか、私はコーヒーを飲んだとかって相手が質問してくれないと言う機会ないですよね。でも疑問文を知ってれば、例えば何食べた、何飲んだって聞けば相手は答えるし、同じ質問をしてくれることが多いと思います。だから会話はその方がいいと思うんですよね。はい。んで、ほい、じゃあ、文章作ってみます。你吃了什么？何食べた？你喝了什么？何飲んだ？你喝了什么？そう、難しいですね。你看到吗？アニメ何見た？あ、にかん、シェマダマ。あ、発音が自信ないです。にちょうだシェマ。何した？にちゅうは何？どこ行った？こんな感じですかね。はい。まあ、じゃあ今日はこんなもんで、終わりにしようかなと思います。まあ、5分だけなんですけど、まあ結構勉強になったかなと思いますね。じゃあこんな感じで、中国語の紙ができました。これをね、まあ、テープをこうやって貼って、トイレの壁にペタッと貼ってきます。はい、まあ、こんな感じでね、トイレにペタッと貼って覚えたいと思います。あ、っていうか結局 YouTube の動画あんま関係なかったですね。
まあいいや、自由に勉強するのが楽しいです。じゃあまた今度、さよなら。